はい、皆さん、こんにちは。気持ちです。英語落語やってます。さあ、今回もラジオで動画、おしゃべりお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。さあ、今回は、あなたは原作派、それとも映画派ということでお話をしていきたいと思います。原田マハさん原作のキネマの神様、映画行ってきました。もう原作はね、めちゃめちゃ泣きました。そんな原作が映画化されたということで楽しみに行ってきたんですよね。原作は、人生の苦難に見舞われた、年配の、郷さんという方、そしてその娘さんの歩さんが映画への愛でもって人生を切り開いていく物語なんですね。簡単に言うとですね。で、ごめんなさい。原作の中で、映画愛好家なんですよね、郷さんは。映画が大好き。が、ネットを通じて、ブログを書いていくんです。映画に関してね。その中で、ローズバッドなる人物と交流をして、お互いに刺激し合い、高めていくというのが、大きな流れなんですね。で、このやりとりがいいんです。ローズバッドと郷さんのね。で、それを踏まえて映画化されたものを見に行ったわけです。で、もちろん映画って原作と話が変わってきちゃったりとかすることは往々にしてあるのはもちろん分かってます。だから今回もね、何かしら変化があるだろう。ちょっと予備知識なしで、映画版の公式サイトだとかそういったところを全く確認せずに行ったっていうのもあるんですけども、どんな風な変更が行われてるんだろう。例えばローズバッドなんていうのは、外国人を想起させるような形だったんですけども、日本人に書き換えられてるんじゃないかとかですね。そんなようなことを思いながら、ワクワクしながら映画がスタートするのを、待ってました。でね、映画が始まって、ストーリー、鑑賞していくわけですよ。いつまで経っても、この郷さんが、このブログを、映画の書評ブログを書き始めない。あれ、いつになったらブログ書き始めるんだろう。ローズバッドいつ出てくんだろう。いつになったらあの映画の話をするんだろう。あれ？とか、なんか全然設定が違うぞと。いや、映画自体悪くないんですよ。山田洋次監督、ね、寅さんの山田洋次監督の映画って感じがする、あったかい感じの映画なんですけど、あれ？あれ？終了と。え？終わり？っていう。で、ローズバットは、熱い映画議論、映画論、戦わせたあの映画論は、なんでこんな、なんていうか、ホームドラマチックになっちゃったの？深みが。正直、最初は、残念というか、複雑な気分でしたね。なんて言うんでしょう。愛のベクトルが違うんですよ。愛のベクトルが。で、今回の山田洋次監督、もうガラッと脚本を変えてきたんですけれども、この映画は過去を見てるんですよ。ベクトルが。あの頃の映画の作り方はとかですね。過去に意識がいってるんですよね。で、それに対して原作は未来に対して意識がいってるんですよ。そのベクトルが全然違うんですよね。ベクトルの方向がもう180度違う。で、映画自体は本当に面白かったんです。で、特に、過去の回想部分なんかは、過去編の俳優陣、北川景子さんであったりとか、菅田将暉さんとか、ものすごい良かったです。本当に。なんていうのかな。今回、松竹映画の100周年記念作品だからっていうのもあったと思うんですけど、その過去を見るっていうか、映画の制作側の目線がすごく出てたんですよね。でも、もう完全に山田洋次さんの作品になっちゃってたんですよ。ただ、ここまでで、ああ、見て失敗だったとか、
なんか損したとか、そういうことは一切なかったんですね。まあ、むしろ、すげえ、プロってちゃんと自分の作品にするんならしちゃうんだなっていう。原田マハさんの作品なんだけど、ちゃんと山田洋次監督の世界観が出てたっていう、トラさんであったりとか、そういった、なんだろう、さっきホームドラマって言いましたけど、こう、あったかいね、感じがすごい出てたんですね。まあまあ、ちょっと皮肉で言うと、いや、ここまで違う脚本を作ったんなら別に原田マハさんの原作じゃなくてもいいじゃん、みたいな、そういう考えはありましたよ。ありましたけど、その映画としてのね、単独の映画としては別に、なんていうか別にもう面白かったので、でも原田マハさん原作っていうクレジットをつける必要ないじゃん、みたいな。まあいろいろあるんでしょうね、きっと。わかりませんけど。で、まあそんな思いがあって、こう映画を見終わった後に、まあいろいろ調べてみました。で、まずね、原田マハさん自身、ご自身ね、原作者としての原田マハさんご自身は、ホームページの、彼女のホームページにインタビューが載せてあるんですけれども、この、まず山田洋次さんの脚本を見た時に感動したと。これ自分じゃ書けないと。そういう意味では、こう、山田洋次さん監督の、マハさんへの原作リスペクトっていうところは、まあ、うまく、こう、お互いがね、クリエイターとしてのリスペクトがあるのかなと。でね、これすごいのがね、マハさんね、その、山田洋次さんの脚本をもとに、これ山田洋次さんのリクエストでもあったらしいんですけど、ディレクターズカットとして、小説化しちゃったんですよね。でね、それをね、あ、これは読まなきゃというで、早速買いました。で、読み終えました。これがまたね、あ、ね、完全に山田洋次色が抜けてて、ちゃんと原田マハ色になってた。その、なんて言うんだろう。こう、まあ、もちろんね、松竹映画100周年記念の作品なので、こう100周年っていうのがあるんで、こう映画作るの楽しいっていう、こう、ものがね、山田洋次監督の中であったと思うんですよ。でもそこがね、いい感じで抜けてて、その原作は、映画愛好家としての目線が出てて、映画の方は映画制作者の目線が強く出てて、で、今回のこのディレクターズカットはね、映画鑑賞者。つまりは、我々みたいな立場、スクリーンの前に座って、映画を楽しむ側の立場の目線がね、出てた気がする。すごい良かった。だから、これはね、山田洋次さんもすげえプロだな、自分の作品にしちゃってるよっていうふうに思ったんですけど、原田マハさんも、こう、原作から山田洋次さんの色がついたものを見事にまた自分の色に直して、もちろん山田洋次さんの良さは残してね、っていう形でね、作ってた。だからね、今回原作映画ディレクターズカット3つのキネマの神様を読んだり見たりしたんですけど、まあまさしく、八百万の神。キネマの神様は一人じゃなかったっていうね。そんな風に思ったですね。いやー、よかった。それぞれがね、色が違う。ただね、まあ、映画版に関してはちょっとね、これはっていうのがね、ありました。一つはね、新型コロナウイルスの話題が挿入されてたこと。まあ、もともと、今はですね、沢田研二さんが、郷さん、年を取った現代の郷さんの役をね、やってらっしゃったんだけど、本当は志村けんさんがやる予定だった。で、まあ、ご存知の通り、志村けんさんは、新型コロナウイルスで、が原因で他界されてしまったと。まあ、そういった要素もあるから、舞台設定を、現代、
この原作の方はもうちょっと古い、多分10年から12、3年ぐらい前の時代設定だと思うんですけど、今みたいにね、ネット配信、映画のネット配信なんていうのがない時代だったと思うので、DVD とかそういうような言葉がよく出てたのでね。で、それをね、こう現代に持ってきた、ダイヤモンド・プリンセス号の話から、緊急事態宣言、ソーシャルディスタンスなんていうね、言葉が出てたんですよ。正直言って、自分はそれはいらないと思った。もちろん、例えば、東日本大震災の原発問題なんかで、フィクションなのかな、あれノンフィクションなのかな、原発のメルトダウン直前の戦ったスタッフ、東電の方たちの、映画とか、いろいろあるわけですよ。フィクション、ノンフィクションの映画だとかね。で、それはそれでいいと思う。けど、今まだ現在進行形で今後どうなっていくかわかんない中で、映画っていうものが娯楽の最を右翼、娯楽の王様っていうことで言うならば、見てる間ぐらいね、忘れさせてほしかった。だって実際見た時もソーシャルディスタンスっていうか、席の、あね、それぞれの席の間に、こう座っちゃいけない席があってさ、そんな状態だったもん。なんか、いらないよ、そんな、現実逃避、ある意味現実逃避しようとしてる映画に対してね。なんていうのかな、そういったことを入れる必要ない、志村けんさんのことがあったから入れたんだと思うんだけど、別にそれは別の形ですればいいのかなっていうふうには思った。いらないと思った。あともう一個は、ラスト直前、本当に直前の、まあ、結末というか、顛末かな、流れかな。あんまり、原作を読んでらっしゃらない方、映画を見たことない方、映画なんかまだ封切りされたばっかなんでね、これから見ようっていう方いらっしゃると思うので、なんていうか、言わないようにはしておきますが、なんだろうね、映画人ならではの多分選択だったと思うんですよ。映画が好きで、まあ、狂ったように人生の、まあ、全てを捧げて、映画に捧げてきたような立場ならではな流れなんだろうなと、は思ったです。で、その中にはよく、まあ、狂気の世界というか、一線を越えた世界というか、一般の方たちが思いもよらないような選択をしてきて、人間関係を壊してまで映画に捧げる、人生を捧げるっていうケースもあったでしょう。けどね、なんかね、自分は、展開は、嫌だなと思った。山田洋次監督がホームドラマというか、人間、ファミリー、家族をなんだかんだ大事にするっていうところで言うならばね、っていうふうには思った。あれはもうちょっと違う展開と着地の仕方があったんじゃないかなっていうふうにはね、思ったんですけどね。ちょっと制作者側のその映画が好きっていう気持ちが強く出すぎたんじゃないかなっていうふうにはね、思ったですね、見てて。まあ、容易に展開が想像できた。きっと、まあ、こうなるだろうな。ああ、やっぱり、でもな、それはな、っていう風だったですね。まあ、自分がね、脚本書いたとして、じゃあ違う展開って想像できるか、創作できるかっていうとちょっとわかんないんですけど。でもね、ちょっと思っちゃった。まあ、ぜひね、このラジオを聞いて、ちょっとでも興味があったらね、まあ、映画はもう、期間がね、上映期間というのがあるので、まあ、これは、おそらく、来週17日かな。17日に、投稿、動画がアップされると思うので、まあ、多分1週間、2週間ぐらいしか、上映期間が残ってないと思うんですよね。そういったこともあるので、ぜひ、まあ、先に映画を見に行ってもらって、その後原作。できることならね、原作の方を先に見て、原作映画ディレクターズカットと、
自分と同じアプローチで見てもらってね、ぜひ感想というかね、意見を聞きたいなというふうに思うんですけれども、違う形で見られた方の意見もどうかなって、最初にね、映画を見て、映画の印象が強く残った状態でね、原作を読んでもらうっていうのもありなのかなっていうふうにはね、それもちょっと意見聞かせてもらいたいなと思います。いやー、でもね、キネマの神様、複数いました。まさしく、八百万の神。あなたは原作派、それとも映画派。ということで、皆さん、まあ、このキネマの神様に限らずね、原作から絶対先に、見るよと。まあ、漫画でも、本でもね、見るよ。いやいや、映画見てから、遡って本や漫画を読むよと、見るよという方もいるかもしれませんけどね。まあ、いろんな楽しみ方あるかと思いますが、またぜひね、いろいろ聞かせてもらえたらなと思います。いやー、映画って本当にいいもんですね。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。お疲れ様でした。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。